スティーブン・ディケーター・ジュニアは、アメリカ合衆国の軍人、海軍士官、バーバリ戦争及び米英戦争での英雄的活動で知られる。ディケーターは、アメリカ海軍史上を最も若くして、大佐の階級に昇進し、アメリカ独立戦争に参加しなかった軍人として、初めての国家的英雄として祝福された。ディケーターは1779年1月5日に、 メリーランド州ワー,ーリンで、スティーブン・ディケーターシニア及びアン・ディケーター夫妻の間に生まれた。聖公会アカデミーに入学し、その後ペンシルベニア大学で、後の海軍の英雄となるリチャード・サマーズや、チャールズ・スチュワートと共に学ぶ。彼は1806年3月8日に、ノーフォーク市長の娘であるスーザン・ホイーラーと結婚した。ディケーターは17歳で、 ガーニー・イー・アンド・スミス社に雇用され、フリゲートのユナイテッド・ステーツの建造監督を務めた。彼は、プレブル・ボーイズの一人であり、チャールズ・スチュワートや、リチャード・ラッシュと、友人関係にあった。ディケーターと、マクドノーを描いた2000と切って、1937年、発行ディケーターは、フランスとの戦線不国なき紛争である、記事戦争に従軍した。 1798年にリケーターは、士官候補生として任官し、ユナイテッドステーツに乗り組んだ。1799年には大尉に昇進し、短期間スループのノーフォークに乗り組んだが、すぐにユナイテッドステーツに戻った。疑似戦争の後、アメリカ海軍はその規模を縮小し、現役官邸と士官の数を減少させた。リケーターは、 現役任務に留められた数少ない士官のうちの一人であった。ディケーターのトリポリでの戦い、上官を救おうとするルーベン、ジェームズ・アロンゾ・チャペルによる王藩が、1858年1803年に、ブリックのアガス艦長に着任、第一次バーバリ戦争で、地中海に赴いた。戦闘地帯に入ると、ディケーターは、スクーナーのエンタープライズを指揮し、12月23日に、 敵のケッチ、マスティコを捕獲する。マスティコはアメリカ海軍でイントレピットと改名され、リケーターはイントレピットを使って1804年2月16日にトリポリ港への野襲を行い、チュニジアの海岸で座礁しチュニスの米によって捕獲されていたフィラデルフィアを破壊した。ホレーショネルソン提督はこの野襲を時代の最も大胆で勇敢な行為と評したとされる。 この大胆かつ勇敢な野衆の成功により、ディケーターは国民的英雄となった。加えて8月3日のトリポリへの砲撃により、ディケーターの名声はより一層高まった。この戦闘でディケーターは部下と共に敵の砲艦に乗り込み白兵戦を行いこれを捕獲している。ディケーターは大佐に昇進し、続く8年間で数隻のフリゲートを指揮した。 アメリカ合衆国は1812年6月14日にイギリスに対して宣戦布告を行った。リケーターはフリゲートのユナイテッドステーツを指揮し、フリゲートのコングレスブリックのアーガスと共にニューヨークでジョン・ロジャーズ大将を指揮する船体に加わりたちに出港し8月末まで東海岸を巡航した。同船体は10月8日に再びボストンを出港した。 3日後、マンダリンを捕獲した後、ユナイテッドステーツは、領艦と離れ、東方への巡航を続けた。10月25日の夜明けに、アゾレス諸島の500マイル南で、ユナイテッドステーツの見張りは、風上の方12マイルに方を見つけたと報告した。船が水平線上に確認されると、リケーター艦長はその船がマセドニアンであることを理解した。1810年に、 マセドニアンとユナイテッドステーツはノーフォークで並んで停泊していた。マセドニアンのジョン・カーデン艦長は、両艦が戦場で出会ったならば、マセドニアンが勝利するだろうとビーバーハットにかけた。しかしながら、両艦の開口で、ユナイテッドステーツはマケドニアンに対して、長距離から砲弾を打ち込み帆柱を倒して破壊した。マセドニアンは以外の道はなく、 ディケーターによって捕獲された。国家に対する利益を望んだ。ディケーターは捕獲したイギリス艦を大西洋を越えて持ち帰ることができるようにするための修理に2週間を費やした。修理の後、マセドニアンとホーネットを伴って、ユナイテッド・ステーツは1813年5月24日にニューヨークを出港した。三隻は6月1日にイギリス艦隊によって、 コネチカット州ニューロンドンに追い込まれた。ユナイテッドステーツとマセドニアンは終戦まで同地に留められた。ディケーターはイギリス艦隊を先夜にニューロンドン港からの脱出を試みた。テムズ川から離れようとする際、ディケーターは河口の近くで青い光が燃えるのを確認した。その光は彼らを裏切ってイギリス艦隊に企てを知らせるものであったことを確認し、ディケーターは 脱出を諦めた。容疑は平和を要求した連邦党員に向けられた。その後、ブルーライトフェデラリストの用語は連邦党員の別称として用いられた。1814年の春、ディケーターは大正期をプレジデントに移した。プレジデントはホーネット・ピーコック、トム・バウラインからなる艦隊の機関となった。しかしながら、イギリス艦隊は、 ニューヨーク港に対する厳重な封鎖船を確立し、艦隊は巡航を行うことができなかった。1815年1月、リケーターの船隊は東インド諸島での任務に配属された。その後まもなく、リケーターはプレジデント単独で封鎖を突破、トリスタンダクーニャで合流しようと試みた。1月15日、ニューヨークを出港した翌日に彼は、 英両インド戦隊に遭遇、艦隊は、レイジーのマジェスティックフリゲートのエンディミオンパモーン、テネドスから構成されていた。プレジデントは偶然浅瀬に乗り上げたが、ディケーターは追跡者から逃れようと試み続けた。エンディミオンが最初に接近し、激闘の末エンディミオンは、戦闘不能となった。しかしながら、その戦闘で受けた、損傷のため、プレジデントは、その後、 パモーンとテネドスによる攻撃のため戦闘不能となり、ディケーターは降伏を余儀なくされた。しかしながら降伏するという叫び声はパモーンに届かず、降伏の信号が送られるまでプレジデントは攻撃を受けることとなった。ディケーターは我が艦は無力となり、4倍以上の敵が接近し、脱出の可能性はなくなったため、降伏することが自分の義務であると判断したとした。 戦闘で24名が死亡し55名が負傷。負傷者の中には大きな破片によって傷ついたリケーター自身が含まれていた。リケーターと部下は1815年2月までバミューダに捕らわれた。2月8日、停戦の知らせが届き、リケーターはナーシサスで運ばれ、コネチカット州ニューロンドンに上陸した。リケーターはニューヨークに着くと寄宿舎で療養した。 1815年5月、リケーター大将は10隻の艦からなる船体と共に地中海に向かった。アルジェとの第二次バーバリ戦争では、アメリカ人奴隷の解放と上納金支払いの停止を要求し、最終的に協定を成立させた。ガタ、三崎沖の戦いで、アルジェの機関、マショーダを捕獲し、リケーターは、アルジェのデート交渉を有利に進める材料を得た。 到着後ディケーターはアメリカ合衆国の関心を代表して訪韓外交を早期に使用することを示した。二日以内に新たな条約が締結されディケーターの目的は達成された。アルジェでの戦いの後ディケーターは彼の戦隊と共にチュニス・トリポリを訪れ米英戦争時に差し押さえられた財産の返還を要求した。アルジェと同様にディケーターは要求を すべて通し、直ちに本国に帰還、勝利の報告を行った。これらの戦果で彼は、バーバリ海賊の征服を、ザコンカラー・オブ・ザ・バルバリー・パイレーツとして知られるようになった。リケーター・ハウス1816年から20年まで、リケーターは海軍評議委員の職を務めた。評議委員として彼は、ワシントンの社交会で活躍した。ある時の懇親会で、夕食後に彼は、 我が国、諸外国との関係において常に正しい。しかし、正しくても間違っていても私は我が国を支持する。と語った。カール・シュルツは後にこの発言を引用して我々の国は正しいか間違っているかのどちらかだ。との有名な言葉を残した。1818 18年、彼はワシントン DC にベンジャミン・ラトローブの設計による家を建てた。 このディケーターハウスは現在博物館としてプレジデントスクエアに所在する。1820年、ジェームズ・バロン大将がディケーターに決闘を申し込んだ。バロンは1807年のチェサピークイコールレパード、事件の責任を問われ5年間任務を解任されていたが、ディケーターはバロンの軍法会議の評議員であった。バロンのセコンドはディケーターに敵意を持っていたことで知られる。 ジェシー・エリオット大佐であった。ディケーターは友人と考えていたウィリアム・ベインブリッジ大将にセコンドを頼み、ベインブリッジはそれを承諾した。しかしながらディケーターの選択は誤りであった。ベインブリッジは長年ディケーターに対して嫉妬感を抱いていた。決闘は1820年3月22日にメリーランド州ブラスデンバーグのブラスデンバーグ決闘場で行われた。 決闘の直前、バロンはディケーターに対して怪獣を思わせ不りに話しかけたが、ベインブリッジは決闘を止めさせようとはしなかった。ディケーターは射撃に優れ、バロンを負傷させるだけにしようと考えていた。彼はバロンの伝部に致命的ではない傷を与えた。しかしながら、バロンの弾丸はディケーターの腹部に命中し、瀕死の重傷を負わせた。ディケーターは、 ラファイエットスクエアの自宅で死去するまで二日間かかった。彼は、俺は、このような痛みで苦しんだ男がいたとは知らなかった。と、大声で叫んだと言われる。ディケーターが自宅で死去し、安置されている間に、モンロー大統領の娘であるマリア・ヘスター・モンローと、ホワイトハウス職員であり彼女のいとこであるサミエル・エル、グーバヌーアの結婚を祝うパーティが、ディケーターの自宅で行われた。 ディケーターの葬儀にはワシントンの高官が多数出席した。その中には、モンドー大統領や最高裁判事、議会の多数の議員が含まれた。ワシントン市民1万人以上が国民的英雄に最後の敬意を表するために出席した。ディケーターの意外は一時的にワシントンのジョエル・バーローの墓に埋葬されたが、後にフィラデルフィアに移され、 セントピーターズ教会に再埋葬された。スティーブン・ディケーターには子供がいなかった。ディケーターは7万5千ドルの財産を妻に残したが、彼女は1860年に無一文で死去した。彼の栄誉を称え、アメリカ海軍は五隻の艦にその名を命名した。アメリカ合衆国国内にはディケーターの名を命名した自治体が46ある。その中には以下が含まれる。 1800年代、ディケーター大将は長距離の砲弾試験のため、ニュージャージー州、パイン・バレンズのハノーバー鉄工所を訪れた。そこで彼は青ざめて、白い翼を持った奇妙な生物が空を飛ぶのを目撃した。それは、ジャージーデビルとして記述されている。ディケーターは、大砲でその生物を砲撃し、翼の膜に穴を開けたが、生物は飛び続け無傷の様子であり、 見物人たちは、驚きの声を上げた。h t t p w r d c o n e c t r o t s w e b c o m c g i b i n i g c g i &id=="i2013 ="old パットナムズマンスリー ihttp コロンスラッシュスラッシュエクスターナルドットオネオンテイドットエトスラッシュクーパースラッシュテイエクスティエススラッシュアイロンスイテイエスドットエッチテムエル2009年10月20日閲覧。アボット1896 Volume I パート t I チャプターザビハットディクショナリーオブアメリカンヒストリーバイジェームズトラスロ・アダムズ ニューヨーク、チャールズ・スクリプナーズ・サンズ、1940? カール・シャーツ、ザ・ポリシー・オブ・インペリアリズム、イン・スピーチズ、コレスポンデンスンポリティカル・ペーパーズ・オブ・カール・シャーツ、ボリューム6、PP119 から20、ホワイトハウス・ウェディングス・アーカイブド2011年5月5日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ザ・ジャージー・デビル、ハット・ザ・ジャージー・デビル、ハット・ザ・ミステリー・オブ・ザ・ジャージー・デビル、 リトゥンバイ、デイブジュリアーノハット TRUEAUTHORITY.com、e、クリプトズラジー、ニュージャージーデビル。ありがとうございます。